バスケットボール男子日本代表は11日、東京都内で8強進出を目標とするパリ五輪へ向けた合宿練習を公開。昨年の W 杯で五輪出場権獲得に貢献した若手の河村祐希、23、イコール横浜 BC イコールと富永啓生、23、も、約1年ぶりに合流した。富永は米ネブラスカ大を卒業して今月、帰国したばかり。 仲の良い二人は合流当日に一緒に寿司を食べに行き、ゆっくり話したという。お互いの状況などを話したと富永。川村はアメリカと日本にいても電話もしていたし、頻繁に連絡を取り合っていたので、久しぶりという感じがなくてと話した。富永によると、寿司の代金は川村が支払ったそう。 早生まれの富永が学年では一つ上になるが僕は大学を卒業したばかりですから。そこは出世払いということでと笑わせた。河村は、同学年で対談したこともあるバレーボール男子日本代表の高橋愛、22、イコールサントリーイコールのネーションズリーグでの活躍について、同級生で信仰のある選手が世界の大会で活躍しているのはいい刺激になる。競技が違うため、 ライバルという意識はないとしつつも五輪を終えて日本に帰ってきてお互いに頑張ったねと話ができればと活躍を誓っていた。